グッバイ君の知る愛禅宗助ではない、一つ覚えとくといい、憧れは遠いのさ、その髪が愛禅宗助だ。今回はガトーショコラを作っていく。今回のレシピは材料が4つだけでできる。お菓子作りをこれから始めたいものはぜひ作ってみてほしい。ただ天卵を使えた方がいい。天卵を使えない場合かなりの努力を要する。料理初学者のうちは道具から揃えるのではなく、作りたい料理に合わせて道具を買い足す方がいいだろう。そうでないとアボカドカッターのような必要のないものまで買ってしまうこともあるからな。代用の効くものは不要というのが試験だ。料理に戻ろう。ここで気泡をしっかり抜いておくことが外観の完成度につながる。湯煎焼きはしっとりと焼き上げたいときに使う方法だ。棺内に入れる過程でこぼしてしまう恐れがある場合、一度棺内に対象物を入れてからお湯を注ぐといい。発動中は焦げすぎていないか随時確認してほしい。焦げそうな場合、アルミホイルを対象物にかぶせるといいぞ。焼き目を調節していて。そろそろ完成するのだな。今回は一つアレンジを加えさせてほしい。宝玉と融合した私の霊圧をこの子に込めよう。そんな気がしびれは発光する地伝えず結合せよ。俺の無力を知せよ。波動の90。ガトー黒ひつぎだ。いかがか。このガトー黒ひつぎには体長角30名相当の霊圧が込められている。少しずつ食べることだ。今日の飲み物はこれ、アップルミルク。ジュレがかなり甘いゆえ主張の少ない飲み物と合わせるべきだ。昨日はご苦労だったね、ナミエ。現世で必要な書類を拠点から少し離れたところに取りに行ってもらっていた。お疲れ、挽回。私のオリジナルドリンクはどうだろうか。うん、意外といけるようだな。早めにジュレを消費して女子力リベンジをしたいところだ。ガトー黒ひつぎはどうだろう。成功だ。このガトー黒ひつぎを体内に取り込むことによってさらなる進化を遂げることができるだろう。音がずれていたため再アップした。またよろしく頼む。